こんにちは。日本福音ルーテル板橋教会の牧師の後藤直樹です。3月28日水曜日、今日もご一緒に御言葉を聞いていきましょう。今日のテーマはイエスのように愛のしもべとなります。聖書の箇所はヨハネの福音書13章3節から15節までです。ヨハネの福音書13章3節から15節。イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が神から出て神に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って、腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは答えて言われた。私がしていることは、今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。シモン・ペテロは言った。主よ、私の足だけでなく、手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いのではないと言われたのである。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて、再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたかわかりますか？あなた方は私を先生とも、主とも呼んでいます。あなた方がそういうのはよい。私はそのようなものだからです。それで、主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。イエス様が十字架にかけられる前の日の夜、弟子たちと食事を共にされるわけですけれども、いわゆる有名な最後の晩餐という呼ばれる場面と言っていいかと思います。イエス様は突然弟子たちの足を洗うという行為をされる、まあ有名なところ箇所ですよね。普通でしたらば先生と呼ばれるイエス様の足を弟子たちが洗うということになる、そういう場面ですと、ああなるほどねと私たち思わされるわけですけれども、不思議なことにイエス様はご自分の弟子たちの方の足を洗われるというところ、と思うわけなんです。そして弟子のシモン・ペテロもですね、イエス様がどうしてこんなことをされるのかわからない。で、6節見てください。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？どうしてですか？わかりませんという、そういう気持ちがここに現れています。そしてイエス様、7節、イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、
後で分かるようになりますというふうに言われているわけなんですね。つまりイエス様が言いたいことは、あなたはその時が来たらこれがどういう意味だったのかというのが分かるようになるよとこう説明をされているわけなんですね。あ、私たちもそういうことがあるってすぐに皆さんお気づきだと思います。その時は分からなかったんだけど、後になって振り返ってみて、ああ、あれはこういうことだったのかということを分かるようになるということなんですね。じゃあ何が分かるようになるかというところなんですけれども、ちょうど今日のヨハネ福音書13章よりももっと前、ヨハネ福音書3章16節17節有名な箇所ですけれども、このことがこういうことだったのかと分かる、こういう言葉、3章16節17節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。そのことをこういうことだったのかと分かるようになる、これ有名な箇所ですけれども、神様がその一人子イエス様をお与えになったほどに世を愛された、この世という言葉、これ英語でワールドというふうに訳される言葉です。つまりワールドというのは世界、こう地球を想像してください、丸い地球、全世界、この丸い全世界地球を神様は愛された。普通世って聞くとこの世とあの世というそういうイメージがありますけれども、違う、この世界を愛されたということなんですね。そしてもう一つ、ヨハネの福音書6章38節から39節、こういうふうに言われています。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためでなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。イエス様ご自身、神様がこの私に与えてくださった人々、イエス様にとっては自分がこう目の前にして足を洗っているこの人を一人一人をよみがえらせるためだというふうに言っているわけなんですよね。まあそのことが今あなたにはわからないけれども後でわかるようになるよというそのことなわけなんですよね。ああそういうことなのか、まあ、少なくとも私たちは今の箇所を見ると、あ、救いと関係しているんだ、イエス様が弟子たちの足を洗うという行為は弟子たちを救うための行為なのだということがここでわかるということなんですよね。そして、今日の御言葉に戻るますけれども、ここでイエス様は弟子たちの足を洗うときに上着を脱いで、そして弟子たちの足を洗う、そして足を洗った後上着を再びこう着るというそういう記述がされています。まあどうしてイエス様は上着を脱いでまた着たのかというふうなことを不思議に思う方も多いかもしれません。いや足を洗うとき水がかからないようにだから脱いだんでしょう、まあ、そういうふうに受け止めることは、まあ、普通に受け止められるんですけれども、後で分かるようになるよというのも実はここに含まれていると考えていいのかなと思います。実はここで上着を脱ぐというこの脱ぐという動詞、そして上着を着るというこの着るという動詞、これ実はイエス様が命を捨てる、そして再びそれを受けるというのと同じ単語が実はギリシャ語の単語
使われて、原文で使われているんですね。つまり上着を脱ぐというのは命を捨てる、同じこれ動詞が使われている。そして上着を着るというのは命を受けるという、着ると受けると同じギリシャ語の単語が使われている。これどういうことかというと、イエス様が十字架にかかって命を捨てる、そして3日後に復活をする、命を捨ててまた再び着る、そのことと指し示している。弟子たちは洗ってもらっているときは分からないわけなんですよ。しかしイエス様が十字架にかかって死んで復活をして、そしてイエス様と再会して、そしてイエス様が天に昇られて聖霊を受ける、あのペンテコステの時にハッとこう気づかされる。ああイエス様はこの私の罪を背負って死んでくださって、そして復活をしてくださったんだ。あれはイエス様があらかじめ弟子たち、私たちの足を洗ってくれた、そのことによって指し示してくださっていたんだ。足を洗うっていうのは足の汚れを取り去る、洗い流すということなわけだ。罪を洗い流す、清める、そういう意味なんですね。こうしてイエス様の十字架によって私たちの罪が洗い流された、救われた。イエス様の十字架と復活というのはそういうことなんだ。ヨハネ福音書10章18節にこういう言葉をイエス様は言われていました。私は自分で命を捨ている、すみません、私は自分で命を捨てる、私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。一回上着を脱いで、そして再び着る、命を捨てて再び受けると、あらかじめイエス様は言われていたわけなんですよね。私たちこうして罪を洗い流してもらって、許してもらった、それはイエス様の側の十字架と復活があって、それが成し遂げられたことなのだ。あなたは今は分からないけれども、後で分かるようになるよ。私たちは聖霊を受けて、そのことを知らされている側のものなんですね。イエス様はペテロにこういうふうに言われました。今日の箇所の8節です。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。ペテロにとってはイエス様に足を洗ってもらって初めてイエス様との正しい関係に入ることになる。つまり罪を許してもらって、足を洗ってもらって、自分と神様との関係が始まる。こうしてイエス様によって足を洗ってもらうというのは、神様によって罪を許してもらったもの、それがイエス様と関わりのあるものの生き方です。私たちはイエス様によって罪を許してもらって、足を洗ってもらって、罪許されたものとして生きることが許されているのです。祈りましょう。天の父なる神様、イエス様は弟子たちの足を洗い、この私の足も十字架にかかって復活をすることによって洗ってくださいました。罪許されたものとして喜びのうちに歩ませてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。